今日はね、岡山駅に来てます。で、この後ろのね、噴水ももうちょっとしたら、なくなるという噂なのと、この後ろの桃太郎の像も、どっか移動するというような話を聞いてるんですけど、どんどんね、なくなったりするものが増えてるんですけど、まだね、新しいものもね、いろいろできてると。もちろんね、その三ステのリニューアルオープンとか、さらには4月ぐらいに設置された新幹線のね、転落防止のホーム柵が、あるということで、今日はね、ちょっとね、なかなか機会がないと行くことがない新幹線のね、乗り場の方に行ってみようかな。はい、それではね、スタートします。はい、改札口の方に、ね、来ました。結構ね、まあ、お盆休みぐらいなんですけどね、人がちらほらと、いうことで、これからね、入っていこうかなと、思います。やっぱりそうなんです。人が多いんですけど、まあ、今年は 20% 以下ですね、言われてます。これがね、ホーム柵ということで、まあ、なんか大阪とかにもホーム柵いろいろあるんですけど、まあ、上から、ゴムがね、上がったりいろいろあるんですけど、
い、というわけで今日はねこんな感じで、終わろうと思うんですけど、まあでも結構ねやっぱ新幹線のね入りが多いなと思いますね。はい、まもなく感じで23番乗り場に16時今日はこれでね終わろうかなと思います。このね入場チケットなんですけど2時間ぐらいね入れるということで、またねこの眺めとかもすごい綺麗なんで、わかりますかねこの、はい、まあ、夜とかも綺麗なのかなということで、ありがとうございます。それではね失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。